でも今回は情報収集の方法についてちょっとお話ししようかと思いますけども、まあ今更ですね、編集されたテレビの情報を当てにしている人はまあいないと思います。まあ、ですんでテレビがね変更報道していることなんて私たちにはあんまり関係ないのことなんですけども、そう考えていくとテレビの変更報道ね、いちいち目くじらを立てる人ってのはテレビからの情報源をね主にしてるんだと思います。かといってインターネットも結局はテレビメディアの影響が入ってますんで、そこから情報を取るのもどうかなと思うんですよね。まあ、私のお勧めするのは記者から直接、まあ、メールなりねメッセージをいただくことかと思うんですよ。つまりは誰とつながってるかによってその情報っていうのは全く変わってきますんで、まあ、テレビ局の記者でもいいんですよ。でボツになった原稿っていうのがありますし、編集前の原稿っていうのがあるわけですよ。そういうのを手に入れられる環境がなければ、もう今の世の中ね正確な情報を掴んで判断することはできないんじゃないかなと思います。だから誰とつながっているかなんですよ。まあ、近所のおばちゃんとつながってるのもいいんですけどもね、うん、まあつまりはまあ人になるってことじゃないですかね。まあ、以上でございます。それではお疲れ様です。